全部絹でございますけれども、ちりめんというのはちょっとこうなんていうのかしら、幾分ちょっと縮みが入ってる感じの、ちょっと縮みが入ってる形になってます、はいはい、という昔の、ね、お着物のみんなあれですけれどもね、はい、素材は全部絹絹でございます、ね、はい、そうでございます、はい、みんな古風主です、まあ、はい、ちりめんの布を多く使っているものが多いということなんですね、はいはい、これどういうふうにしてこういうものがこうできてきたんですかね。これね、この時はね、一番初め の、 あの基礎として、あのここの雛 の会に入った人たちが1年でこれだけをみんな作り上げてやるのに、あのある先生 の、 このご本ので一つ の、 あ、 のあれとして、一つこういうのできると他のものがまたみんなできますでしょ、だからそれをちょっと教材っぽくして1年間でこれだけ の、 あの一つのこう飾りを作りましたんですけれどもね。そうなんですか。それで、あの次の時がだんだんとちょっと変わったような形のものにみんなそれぞれ使うあれなんですけれども、だから1年間でだいたいこういうものをみんなお作りしてたんです、はい、そうすると基礎がだいたいみんなこれ作れますので。あ、なるほど、はい、そうなんですね、はいはい、そうしますとあれなんですかね、その吊るし飾りっていうのは一時期こう途絶えてたんですかね、はい、そういうことはないんですかね。これはね、うん、上田吊るし飾りっていうのは、これはまた違うわけですね。こちらの方が、あの吊るし飾りが一番 の、 あの上田からあの江戸時代にありましたのはあちらの方でございます。これは一般的な吊るし飾りですか。そうです、あの稲取とか、稲取とかあちらの方にある感じのあれですね。あ、はい、じゃあ上田の特徴のあるものというのはこちらなんですね。これですか。そうです、はい、これがちょっと平べったい感じのあれなんですけど、はい、これが上田と吊るし飾りのあれでございますね、うん、一番の形です、はい、こういうふうにあの平べったいんですか。そうです、平べったいんです。あ、なるほど、はい、これが、うん、あの昔のあれは実際表側はこのようになってて、うん、裏側のところにはあの和紙を貼ってあったんです、昔のあれは。あ、それだけでちょっと裏面から見てもかっこよくするためにちょっとこれで、はい、あの膨らみを持たせましてちょっと作ってあるんですけどね、うん、じゃあ昔は和紙が貼られていた。そうです、そうです、あの、うん、この表面はコーヒーに作ってありまして、うん、ね、裏側の方はちょっと和紙で、ですからもっとペタンコな感じの、うん、ペタンコだったんですね。そうです、はい、なるほど、はい、うん、で特徴はだからちょっと違いますでしょ、あちらの方と、うんうん、はい、ボール芯が入ってって綿を入れまして、ちょっと膨らみを持たせて、うん、みんなこういうふうに作ってあるんですけれどもね、うん、若干違いますけれども、はい、このなんかすごいいっぱい種類があるんですけど、一つの吊るし飾りを作るのにどれぐらいの期間とかかかるんですか。そうですね、あのみんな速度はみんな様々、ね、人によって違いますけれども、1年で仕上げる人もいますし、2年かかって仕上げる人もいますしね。あの数はだいたい5、60個、だいたい例えばこれ1連1つで5、60個あるとすれば、まあ、半年ぐらいで仕上げる人もいますし、1年かかる人もおりますしね、はい、様々です。吊るし飾りが始まったっていうか、はい、それはいつ頃なんですか。上田で私たちが始めたのは7年前から。たまたまね、昔の素晴らしいちりめん絹の、ね、ものですよね、それに出会ってから、いや何か可愛いもの作りたいなと思うのから始まりましたね。男性物の着物は何ですか。あ、男性物の着物からはちょっとね、あんまり取り入れられておりませんけれど、まあ、皆さん縫い物の好きな人たちだから着るものを作って着てますね、はい、お洋服にしてます。吊るし飾りの方にはあんまり取り入れてませんね。
この、 あの織物の色とか色彩とか素晴らしいと思いません？色がね、今の例えばあの洋服屋さん行っても生地屋さん行ってもこうした雰囲気のものはないですよね。とってもあの日本人のそのセンスというかそのこの美的感覚というかすごいものがあると思いますね。それとね、これはあの扱うものは布でしょ。あの人の心をすごく癒す力があるんですよ。手に触っていてもね、あの硬いものと違うでしょ。人は生まれた時にも布でくるまれるし、みんな布にくるまれてね、命をこうくるまれているものですので、布ってすごくあの人を癒す力があると思います。あの触った時に絹とかちりめんってすごく柔らかいしね、今の化繊とか混じり物とは全く違いますよね。だからすごく布には癒す力があるものなんだなと思いますね。だからあの作る楽しみもあるし、また見ていただく楽しみもあるし、また人にあげて喜ばれるっていうこともあるし、だから喜びをみんなが共有できるものになってると思います。だからあのこの吊るし飾りを通じて仲間もすごく増えてます。そうするとその仲間同士の交流も生まれて、すごくね、あのこういう年齢を重ねてきて、ああいいことなんだなって感じますね。若い人たちでもこういうのを楽しめますかね？やる気があれば大丈夫ですよね。好きな人もおりますよ。子供さんまだ小さくても仕上げて参加してる方もいらっしゃいますね。ただ若い人たちは今針を持つ機会ってないから、ちょっと抵抗を感じる人もあるかもしれませんね。さっきも若い人が手から針持つと血が出るっていう感じの人もいますんで、ね、そう言ってたね。ちょっとハマりますよね。ハマるわね。ハマる。それでね、これって不思議な魅力があるのね。ありますね。あの夜時間過ぎても全く飽きないで夢中になれる。だからこれに取り付く年代もきっとあるかもしれないですね。ありますね。人生こう生きてきて、少しあの仕事もしてきたし、旅行もしてきたし、少しこう落ち着いて自分の世界に入って何かに夢中になるというね。そういった要素もあるから、今の若い人はきっとむしろ外へ出ていく方がね楽しいでしょうしね。すごい綺麗な作品。まあありがとうね。ね、子供さんでもね見てすごくね感じるもんね。だからね、あの小さい時にこういうの目に触れて心に残ってれば、いつかまたね、あの自分がその場に、ね、なった、できる時になったらできるきっかけは作れると思います。私もあの不思議なんですけど、小学校小さい時にあの中国大連っていうのかな、大連から引き上げてきた人が可愛い虎のね、あの置物っていうか、あの作ったものをね持ってて、あいいななんて心に残ってるんですよね。あの虎の着物みたいな可愛い手作りしたもので、それがいつも頭に残ってましてね。それたまたまこういうものを作り出して、あなんかつながるみたいなね、子供の時に触れたり見てたものがまたいざ何か自分をやるきっかけになった時にやれる道筋ができるみたいなね。だから今あの若い子供が今まだできなくてもこういうものに触れてるってすごくいいと思います。あと若い人たちがやはりこう針を使うなんかサインをしたりするとか、今ほら製品の時代になっちゃったからね。だからむしろなんかその針を使うっていうことをあの楽しむっていうのがこれからできるのかもしれない。日本人の文化としてそれは残していきたいものですよね。あの繕い物とかね、昔はみんなだから私たちあの古い着物を使ってあの解いて使うんですけど、きちんと継ぎ当ててあったり、もう素晴らしいですよ。その文化って大事にしてきたっていうことがよくわかります。あんなみんなね
ちゃんと。で着物はほら展示したりとかいろいろみんな工夫してね使ってましたでしょ、うん、洋服はもう小さくなれば捨てちゃう、ね、そうです、うん、それがねしてないから、そういう着物がずっと今の時代も残ってて、で我々がこういう素晴らしい作品ねできるのは本当にね幸せだと思いますよ。そうね、うん、まだまだ残ってますんで ね、うん、そうですね、染め替えしたりとかね縫い直したりとかしてみんな作り直して延々とこう布はね大事にされてきたと思います。だからお蚕さんの力も偉大ですよね、うん、こういう繭から一本の糸から布をね、うん、そして作り上げて、それでまだ後世にこういう形として残されますからね、うんうんうん、あれだね、飛鳥さんたちの仲間でさ、こういうのやったら楽しめるかな。そうですね、ねえ、グループできるといいね。そうでしょうね。あの吊るし飾りも最初は5人ぐらいだったんですよ、始めたのは。それが年々増えたわけだから、若い人たちも何人でもいいから好きな人が集まってあの始められれば、だんだんに輪がね広がると思いますよね。またそういう魅力もあの秘めてますのでね。本当5人ぐらいだったんだもんね、最初。それが今もうね7年目でね、7年目で100、布をも入れたら220名ぐらい。それでまたあのこの上田市の町中だけじゃなくて佐久方面、小諸方面どんどん広がってますからね。男物もあのこういうのがいいのがあったからね、着ようと思ったらね、あまりにも継ぎはぎだらけで着られないんです。でもね、素敵だね。そうなんですか。でもすごくね、温かい、心地いい優しい方。ちょっと足下がりはしたいんですけども、まだちょっと紙下みたいでちょっと恥ずかしいんですけども。でも、そうなの。でこの裏がちょっと青っぽくて、なんかねクズがこうたくさん出るらしいんですね。そのクズをいっぱい集めて、そしてこう旗に折ったらしいんですね。でもちゃんとするね。で私になんか手提げを作るようにって言ってくださったんですけども、私は手提げじゃもったいなすぎてすぐ破けちゃうじゃないですか。ねえ、だからね全部つみんな作っちゃう。これがメガネのジェルですね。捉えたもので染めもこの辺の紺屋さんに出したような感じなんですね。そして裏もこう二重にしてます。色がね、色がね本当に綺麗な、この中の色がね、みんなで洋服を作ってリフォームをして、はい、着ています。あ、はい、ちょっとこの元の生地はどういうものなんですか。リフォームする前の生地ですね。はい、着物ですね。全部ワック、はい、合わせもあれば、あの上田紬、多分これ、これは上田紬出てきてますね、これ自体が。はい、これ上田紬なんですか。はい、そうなんですこれね。じゃあ元々はこれタンスの中にあった着物。そうです。はい。へえ。だから向こう側にあるのは帯。この柄すごく綺麗なんですけども、帯から、はいはい、仕立ててあるんですね。なんかちょっとお呼ばれにこう着ていけるような。そうですね、ですね。あ、これはなんか着物らしいですね。そうですね、なんか帯に仕立ててあったみたいですね、うん、へ、とってもいい模様なんですね。綺麗ですね、はい、羽織もありますし帯もありますし、うん、まあ、うんと古いものもありますね、うんうんうん。これは元々が着物だとは思えないですよね。
あ、そうですか。合わせで、なんか上田紬って割とこういう感じ。あ、こんな、あ、こんなデザイン特徴がある。はい。上田紬ってすごくいいものなんでしょう。ね、私持ってないからですけども、そうなんですね。いや、それぞれじゃこれもそう、あ、これ特にみんな全部そうなんですね。全部あのここにあるのはあの着物のリフォーム、着物のリフォームですと上田紬がになるんですか。じゃなくて、はないものもあるんですね。はい、他紬は少ないですね。やっぱり高価なものなの で、 そ、 で、ね、そんなには、ないと思います。はい、ただ素材はあの絹です。絹なんですね。はい、はい、そうです。あ、とここのは大体どれも絹ですか。絹です。あ、今回出てるのは全部絹でしょ、小山さん。小山さん、全部絹です。そう、全部絹です、大体ね。全部あそうなんです、ね、絹です。はい、はい。これはあの元々の生地はいつ頃のものになるんですか。それがいろいろなんですね。ずいぶん古いものから、あの最近っていうか2、30年前ぐらいのものもありますけれども、はい、はい、ちょっとかなり古いものもある、はい、100年前とかもしかすると、あ、50年前、100年前、50年以上前はと思いますね。以上割合に古い着物を私らも見つけたりすると、割合に明治大正頃の柄がとても楽しい柄があって、そういうようなところとか、もっと古いおじいちゃんおばあちゃんの代のものが割合にあのお洋服にしたりすると粋な感じになったりしますね。あ、そうなんですね。もしかするとその年代によって柄とかそういうものもこうまた違ってたりするんですかね。あ、やっぱちょっと違いますよね。違いますか。一番違うのは袖丈がね、あ、袖丈ずいぶん違いますですね。体がやっぱりね、今は大きく、伸びてますけど、昔の人は割と小柄で ね、着物も小さい感じにできてますよね。なるほど、そうなんですね。でもこのリフォームするためにはやはりあれですよね、その布地がないといけないので、やっぱりタンス、古いタンスから使わなくなった着物を出すということが必要ですよね。そうですよね、はい、これも皆さん の、 そのお宅の中にあるんでしょうかね、タンスの中に。私たちぐらいの代では着物をみんなあの結婚するために作ってきているから、あのやっぱりありますよね。でその前の母親のものとか、その前の親のものとかもあって、で今は捨てられてね行くような時代なので、それをみんな今生かして自分たちのこう好きな形に縫っているんですけどね。一時期はあのなんていうんですか、あのお仕事さんのねもうお家も新しくされたりとかするので、もうみんな耐えてしまう、捨ててしまうっていうようなことを聞いて、じゃあもったいないっていうような感じで、あの始まってきたんですけれども、本当に昔のものは本物といいますか、木の本物で、とてもいいものが、柄も大胆ですし、いろいろと、はい、楽しいものがありますね。柄と柄は、こういうの本当に昔のちりめんだと思います、はい、こういう、なんぽっとしたこういうものは、はい、柄はもう昔の人の柄はもう、まあ、よくこんなデザインをしたっていう感じですね。そうですか。というか、こういうね、色ももうそうだし、そうだけどもね、地味で、でも本当に、すごい鮮やかなあの色合いを使ったのもありますよね。ここには全部ないけどね、本当に。で昔のものはやっぱりあのもう何年も経ってますので汚れてるんですよね、はい、それを壊してあの洗って、そうしかそうすると昔の染料っていうものは色が落ちるんですよね。すごく真っ黒になって落ちるんですけど、根茎も落ちますよね。縮んだものは、まあ、縮んだままでもう一度裁断してお洋服にっていうような形で使っています。私たちはそうなんですね。この渋い色合いっていうのもいいですよね。そうですね。だから昔の男物の羽織の裏とかっていうのはものすごくあの変わったのがついてますね。例えば、あの動物なんかの虎とかそういうのも男の人のあるだろうし、なんか変わった柄、あの花でも何でも変わってますね。すっごいあの変わってるように、ああいうのも男物の羽織の羽織なんです。これ男物なんですか。羽織なんです。
なんつって言うんでしょうね、物語性もありますし、風景もありますし、本当にいろんな、ものを昔はね、こういうことやって、派手にできない分、裏地にお金をかけていて、粋な感じっていうんでしょうかね、昔の人は、お金がある人は、これはなかなか大胆ですね、凝った、そうですね、うん、これも結構古い方です、お袖も長くって、うん、そうですよね、はい、この上着のデザインもなかなかですけども、それをこの下にまたこういうものを隠してしまう、そうなんですよね、羽裏に使われてたものです、こういうなんか粋な文化ですね、そうですよね、そばだとか黒いのも多いものね、この裏の羽織の裏がね、うん、こういうお金かけた人ほどすごい刺繍があったりね、すごいね、うちの虎なんかあったりすごいもの、男物の羽織はほとんど黒ですけれどもね、ほとんど裏がとても凝ってて、面白いものがたくさんあるんですよね、だからこういうその洋服のデザインっていうものが、これからは全くで発想しようとするとなかなか出にくいと思うので、やっぱりこういう素材があるからこのアイデアが出てくるわけですよね。そうですね、だから柄も多少なんか時代のものは本当に柄も大きくって、朝顔がボンボンとあったりしてね、洋服に負けないそのなんていうんですか、大胆ですよね、大胆な粋な、色合いといい、そうですよね、って今リフォームしても、色合いが落ち着いた赤とかそういうものもね、落ち着いた色で十分着れるじゃないっていう感じなんですよね、でそこらが楽しくやってますけれども、はいはい、そうですね、これはこれも着物ですよね、これも置物でしたね、これなんか洋服のデザインとして最初からこういう布地になっているような感じすらしますよね、これは多分ね、置物になってたんだと思います、はい、これも羽裏、女物の羽裏から利用してますし、はい、これもあ、これもあれですね、羽裏になってたんです、女物の羽織の裏にね使われていたものだと思います、ね、そういう素材なんですね、へえ、したもんですね、この置物なんかもそうですけどね、だいぶ随分昔のものだと思いますけど、はい、ちょっとこれ例えば、ご自身のお宅の、タンスの中にある 古い着物を見つけてきて、じゃあそれをリフォームしようという時に、じゃあどういうふうにすればいいのかということなんですね。そうですね、それはどうすればいいんですか。それは着物の幅というのは身幅がもう決まってますので、はい、本当にこういう感じの直線立ち系が合うんじゃないかなって私は思うんですよね、そうすると、変にこうあんまり窮屈にというかダーツを入れたり、あんまり袖をキュッと締めたりすると、はい、やっぱり古いものですから、こう力を入れた時にほつれてきたりとか、はい、そういうこともありますので、割合にザクッと感じにすると案外成功したりするんですよね、なるほど、これを仕立てるのはご自身でできるんでしょうかね、それぞれの方、それぞれ皆さんご自身で、思い思いはい、そうです取ってやっています、そうするとこんな風なデザインでこういう洋服にしようとかいうのはそのアイデアというか、思い切りなんですね、そうですね、それがデザインですね、そうですね、思い思いに、はい、そうするとなんとなく使い方によってはもうこんな古くって捨てなくちゃダメかなっていうのもお洋服にしてみると意外と素晴らしいなっていう形になりますね、なるほど、いやここにもまたこうね上田の文化が現れてきているんでしょうね、この元々の着物のデザインっていうのがおそらくその昔の、大正とか昭和の初め頃だとすると、おそらくこれ地元のデザインなんですかね、その辺わからないですね、その辺わからないですね、昔のお嫁に来た時に作ってきてますから、でもお着物の柄もなんとなく時代でこういくらかは変化はしてきてるとは思いますけれども、そうするとこの新しいリフォームして洋服を作りながら、そこにこうなんか、日本の歴史が刻まれていくような、なんかそういう面白さがありますね、で今
今はだんだんお着物を 着なくなりますし、私らの時はあのいわゆるピンクとかブルーとか、うん、ね、明るいような色ですけど、うん、昔の人のはあのまた地味に抑えて、うん、中に粋な感じが残っているので、うん、おばあちゃんたちの代のものが利用されてみるととても面白いものができたりするんですよね、うんうん、なるほどね。じゃあ本当にこう、うちのタンスを、ね、から着物を出してみるとそうですよ、ね、そこからこう楽しみが広がっていくわけですね。そうですよね。コート着てみますか。あれですか。若い人似合いそうなのがいいですかね。うん、どれがいいでしょう、テレさん。若い人でもああいうこういうあのね、渋いコートをパッとこう着てるのは、うん、若い人はね、特に意外と、意外といいんですよ、いいと思いますよ、うん、ジーンズのパッとこう着てる、ね、これは生地が足りなくなってこんなところで入れます。そうそう、後ろも入れます、後ろも入れます。いいじゃないですか、とてもいいよね、ジーパンの時に、そう、ジーパンの時にそういう柄のはジーパンいいんじゃない。うん、いいいい、ちょっとこう、こっち、こっち、はい、はい、遊び柄がね、こんな柄もないですもん、可愛いから、ね、ね、意外と違和感ないですね、素敵ですよ、そうだね、体も、うん、いい、大きい柄で、そう、すごくいいと思う、うん、いや、こう、こういうのでそういうの作ってもね、着れるっつっても困るけど、うん、これはこれ全然違う、うん、そういうのだね、うん、昔のあの、うん、の羽織みたいな柄のは大概合いますよね。うん、意外だね。素敵、うん。うん。その裏はリバーシブルになってない？それ。うん、そうだよね。だから裏に着て、これリバーシブル。これは裏も表になるんですね。これリバーシブル。ああ、すごい。いや、これはね、両方。そうすると贅沢ですね。またあの、うん、次の日着替えなくてもこれ反対にして着ていけば素敵だと思いますよ。この若い人。いや、すごいなこれは。すごい。可愛いと思いますよ。ほら。うん、でちょっとこっちもこれこっちの柄をちょこっと見せて、キリッと素敵、うん、いやほら、うん、素敵だ、素敵、素敵ちょっとこうポーズ取ってこういう風にして、恥ずかしいですけど、後ろにこんな風に赤いで赤向きにしました、うんうん、これもいいね、うん、息だね、後ろのね切り替えがついて昔のね、うん、ですよね、うん、父親の着物とかね、袴、うん、なんか本当に、そうやって素敵、着物の生地って37センチ、6センチ、うん、向こう、6つぐらいの幅を決まってるもんですね、うん、日本のもその幅っていうのは、34は完全だから、うん、独特な幅ですよね、うん、洋服にはない幅で、うん、それってやっぱり直線でこうね、うん、直線でできるから、とってもね、うん、あの日本的なサイズだなと思って、うん、なるほどね、本当洋服仕立てにしなくてもね、うん、とっても可愛 いよね、ジーパン、ジーパンにあれは合うよね、ジーンズに私合うと思った。これさ、 あなたたちこのね、やっぱりその若い女性が、うん、あの伝統的なね、この着物のリフォームで、ね、あのファッションショー、ファッションショー、うん、あのやるといいかもしれないね、おじいちゃんとかね、あのおばあちゃんたちの、うん、しかも本物の表だけじゃなくて裏を生かすっていうことは ね、 ね、 そうですね、いいと思うんです。着るってのはってすごくいいと思うの、ね、うん、若い人に、うん、若い人がね、お袖取っただけでもね、うん、着れちゃうでしょ、これが、ね、出るけど、これがどんどん出ることになる、うん、そうですね、これはね、うん、昔の人 の、 あの、うん、コートなんですね、で こういうふうにして、昔の人はもう小柄でこう着てて、襟もピチッとこうなって、こういうふうにホックかなんかついて着ていたらしいんです、ね、うんうんうん、私はこうに着るとモンゴル の、 あの衣装と似てますよね、こういうふうにやるとね、立てて、この袖も切るんです、チョキチョキっと切ってチクチクっと縫って、うん、袖口をこうなってたのを少しこう広げて出して、うんうんうん、出したらコートにしてきてます、でこういう感じ、だからこういうのだったら絶対着れるよね、うん、こういう感じだと若い人も、無地だったらこうとか、うん、ね、うんうん、だからちょっとリバーシブルしても気持ちこういうところに入れたけど、その今のワンポイントの若い人のファッションつうかおしゃれだよね、うん、ね、うん、これね、すごく可愛いよね、いいですよ、暖かくてとても可愛くて素敵だよ
なんかね、そうですね、若い人が来たらもっと素敵ですから、ね、こういう時間があるんだね、地盤にはいいってことよね、うんうん、派手なものより地味なものが合うのね、若さがあるから、ね、若いからね、黒っぽいものが合う、うんうん、なんかファッションのさ、グレード上がったんじゃない、うん、あそうですよ、上がったね、うん、もう感覚をね、掴んでしまったと思うよ、うんうん、またあのいつでも野の工房の遊びに来てみてた作ってるとこ、はい、ありがとうございます、いや、よかったね、私たちも可愛い人に来てます、うん、こういうのだって T シャツ感覚で着れば、うん、それもおかしくないしね、かっこよくなります、うん